じゃあまた明日なぁ。おう、また明日。あれ？あそこにいるちっこいのはゆずか、何してんだ？お前んち、父ちゃんも母ちゃんもいないんだろ？それに変なおっさんたちと住んでるとか、おかしいんだ。おかしくないよ、それにおっさんじゃないよ。絶対変だよ、男なのに母ちゃんの代わりとか。変じゃないよ、なんでそんなこと言うの？おいおい、何喧嘩してんだ。だってこの子が私の家族のことひどく言うんだもん。だって絶対変だろ。マガル兄ちゃんもマヒル兄ちゃんもリックンも変じゃないもん。絶対変だって言ってるだろ、この野郎。じゃあ。おいおい、やめろよ。俺、頭脳派だから止めないぞ。ほら、あたしが勝った。絶対変じゃないもん。気は済んだか。お前も男なら、人んちのことに口出してんじゃねえよ。だって、こいつが生意気だから仕方ないだろ。あんただって、自分のお父さんやお母さんを悪く言われたら嫌でしょ。他のお家と違っても、あたしにはみんな大事な家族だもん。ああ、そうか、わかった。お前、ゆずのこと好きなんだろ？べべべ、別に好きじゃねえし。意地悪ばっかしてたら、好きな子に嫌われちゃうぞ。ぜぜぜ、全然好きじゃねえし、俺もう帰る。おう、もう喧嘩すんなよ、気をつけて帰れー。まあ、好きな子が知らない奴と住んでたら腹も立つだろうな。おまけに、そいつが好きな子の好きな人で年上だと、歯が立たないからなおさらだ。べべべ、別にリックンは、あたしのお兄ちゃんだし、そんなんじゃないし。あ、そう、まあ俺、別に陸士だなんて一言も言ってないけどな。ああ、騙したー。騙してねえよ。ナガル兄ちゃん、本当にほっといていいの？うん、なんだかんだ言って、ああやって近くにいるしね。うん、確かにそうだね。じゃあ、俺はおやつでも作っておこうかな。そうだね、僕も掃除してくるよ。どうも、こんにちは、ゆっくりです。前回の番外編は、いつもと違う感じで作ってみて、怖いというコメントがとても嬉しかったです。この動画のコメントでたまに、メガネ大使たち、でよけど、メガネっ子に使えないぜん。というクレーム、を真摯に受け止め、あの世帯を作った次第です。本当は8人ともメガネな世帯だったんですが、それは別データで遊んでいます。なかなかシュールで楽しかったです。と、それはさておき、いよいよ始まります。第1回、シムズ4、建築祭り、シムズ4建築祭りとは、投稿された建築を見て、みんなで楽しむお祭りです。主催は、ウィロークリークでピアニストになるという動画を投稿されているマヨラさんで、実行委員会にも多数のシムズの投稿者さんがいらっしゃいます。建築祭りの告知動画やコミュニティへのリンクはこの動画の説明にも貼らせていただきます。ぜひ皆様のご参加をお待ちしております。あ、期間中はこっそりこの動画内にもポスターなどを貼らせていただいておりますが、温かく見守っていただければ幸いです。さて、では本編です。本日もよろしくお願いします。おはようございます。本日はナガルさんには、朝食用オムレツを作ってもらっています。あ、
最近カスタムコンテンツというか、みんなでリカラーにチャレンジしていて、ナガルさんの着ている T シャツも自分で文字を入れてみました。ナガルさんの料理の腕前もだいぶ上がってきましたね。というところで出来上がりです。やっぱりみんなで揃っての朝ごはんは、いいね。さて、お話も盛り上がっているところですが、今日は、ゆずちゃんに密着してみましょう。さて、ゆずちゃんの学校についていきますよ。はぁはぁ。やってきました。オアシス、スプリングスに建築した小学校です。以前、まひるくんの通う高校を作ったのですが、そのはす向かいにあり、デザインも似た感じにしています。小学生向けに、中は少し可愛い感じのオブジェクトを置いています。プールも欠かせないので置いてみました。はぁはぁ。やっぱり小学生は、最高だぜ。と、いうプヌシの特殊な性癖は置いといて、早速ゆずちゃんを追いかけます。まずは、先生方にご挨拶をしておきましょう。左上のタスクに、描く、と出ているので、早速2階の、音楽室兼美術室に向かいます。ご機嫌ですね。かわいい。次は、ピアノです。ああ、とても上手ですねー。次は、タイピングの練習です。お友達に席を譲ってもらえるかな。無事、譲ってもらえました。頑張れー。次は、実験、とあったので、教室にやってきました。おや、男の子がゆずちゃんに話しかけるようです。あらら、どうやらこの男の子は悪人のようです。意地悪されて、実験の邪魔されて、怒ってるゆずちゃんも可愛いです。最後は、交流する、とあったので、職員室でみんなとお話をしていきましょう。結構、お家に遊びに来てくれる子もいますね。今度みんなを呼んで、パーティーでもしましょう。といったところで、今日の学校はおしまいのようです。ゆずちゃん、お疲れ様。まひるくんも帰ってきたので、宿題を一緒にやっておこうね。その間に、ナガルさんには、ガーデニングをしてもらって、リクシ君には、木工をしてもらっています。さて、もろもろ終わって、リクシ君には、バートリックの練習、マヒル君には、
DJ の練習をしてもらっていたんですが、その時、長留さんは、食器を片付けていました。マジ母ちゃん。おや、一休みして、オレンジジュースを飲むのかな？わざわざ、陸士くんの練習を見に来ていました。一人ぼっちは、寂しいもんな。うお、陸士くん、火が吹けるようになったんですね。もう一回、もう一回。あ、もしぴなごめ。ごびぬしば。やみてんぷたるぼ。Yugs! Sigluna Biro Vinakapa! Oh, すごいね。気づいたら、子供たち二人も、陸士くんのところに来ていました。わら。ご飯や勉強の時も、自然に人のいるところに集まってくれて、なんだか嬉しいです。さて、翌日です。久しぶりに。長留さんにミステリーを書いてもらいましょう。本日のタイトルは、土佐は牛人肉肉味噌美味しかった、です。銀座にある、高知のアンテナショップ、まるごと高知で購入しました。皆様もよろしければぜひ。ボール。わ？ヴァディシ。ドゥガシバー。さて、夜は、月さんやゆずちゃんの学校のお友達を連れて、ウィンデンバーグのディスコテック、ファン、ユーロファにやってきました。中にあるバーで、お腹の空いていた真昼くんに、チーズとお肉の盛り合わせのようなものを頼んでもらったら、何かすごい豪華な感じでした。もう少し遊んでいきたいところですが、真昼くんの状態があまり良くないので、ご飯を食べて帰りましょう。そうそう。ああ、ユナビ。そうそう、この動画の最初にもちっちゃく出ていましたが、マヒルくんと一番仲のいいティーンは、ランドグラーブ家のマルコムくんです。今度キャンプ行くときには、誘ってみようかな。長留さんの、月さんの手にキスをする動作になぜか笑ってしまったところで、本日はここまでにします。いろんな単発や建築のシムズの動画を作っているため、ちょっとゆっくりペースになっていますが、次回もまたよろしくお付き合いください。それでは、ご視聴ありがとうございました。